長井慶には、日本の実業家。豊カローラ、三重株式会社の代表取締役名誉会長。長井昭治、株式会社の会長、日本中央競馬会の場所。かつての馬所登録の表記は、長井慶治だった。三重県三重郡小物町出身。鈴鹿の勝負服を着用した、竹豊、スリーの勝負服を着用した、浜中俊本人名義の勝負服は緑。 高袖で緑一本輪、長井障子名義の勝負服は緑、緑袖で白一本輪。冠名は預ける旧社によって使い分けており、鈴鹿山脈に由来する鈴鹿のほか、三礼、三鈴、三、小物を使用。長井障子名義の冠名は、スリーで、三重県からの連想。なお一部例外的に冠名を持たない馬も、所有している。父親は、 鈴鹿小判の場所であった、長井栄一。メルシーの冠無名の場所である、長井康夫は、トヨタカローラ、三重株式会社の元代表取締役社長、長井昭治、株式会社の副会長で親族である。1998年、第39回宝塚記念を、サイレンス鈴鹿が勝利し、場所として親子制覇を達成する。2007年、第37回。 高松の宮記念を鈴鹿フェニックスが制し、念願だった地元での GI 制覇を達成した。ありがとうございます。